ちゃあこんにちは、はい、清高さん、はい、まあ、西川龍馬選手が抜けたな、はい、カープからオリックスに行きました、はい、でまあ、これから人的保障などいろいろあると思うんですけれども、はい、じゃあ今回はですね、この動画では西川選手の穴、来シーズンカープはどのようにして埋めて戦っていけばいいのかというのを豊さんにズバリ語っていただきます。まあ、そうだな、はい、まあ、いたらいたでね、うん、本当に西川っていうのは4番とか、はい、まあ、打てるしクリーンアップっていうのは打てるから、だからまあそこら辺の穴は大きいかもわからないけども、はい、ただその怪我で離脱した時にじゃあそこまでじゃあ勝敗が落ち込んだかっていうとさ、まあトータル的に考えるとね、まあ、痛いかもわからないけども、はい、でも補える選手というか、まあ、新井監督がよくその穴をいろいろ埋めていってね、あの勝敗にはそんなに影響はしなかったというふうには考えるんだよね、うん、まあ、それ考えると、まあ、例えば堂林をレフトにして、あ、まあ、外国人2人、はい、取ったじゃない。今回新しく取った方ですね、はい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 、レイノルズとシャイナー選手、はい、それとあのセンターに秋山、はい、でライトに野間、うん、でね、末金がね、うん、すごく成長してきてるんだよね、はい、まあ、そうなってくると末金っていう可能性もあるし、うん、逆に、まあ、西川いたらいたで考える必要はなかったんだけども、ただいなかったらいなかったで楽しみは膨らむよね。まあそうですね、まあ、そんな考え方だと思うよ広島は。例えば得点力とかそういうことに関してはどうなの。いや逆に上がる可能性もあるしさ、あで、まあ、下がる可能性もあるよもちろん、はい、だからまあそんな悲観的にね、うん、考えてもしょうがないし、いや末金のあのパワーというかさ、あの一発っていうのはじゃあ1年間トータルして使えばどのぐらいのホームラン数を稼いで、うん、どのぐらいの打点を上げてくれるっていうのを、だから期待感がすごく持てるような選手になってきたよね、はい、そうですね。いやだからそんな悲観的に考える必要はないし、でオリックスからの人的保障もあるわけでしょ、はい、まあ、そうなってくると外野手を取るか、うん、っていうことにもなるしね、はい、でその外野手にこだわるのはなぜかというと両外国人が、うん、まあ、内野手登録 で、 そうです、うん、で内野手登録してても外野って多分できないことはないと思うんだよね、うん、だから、まあ、そこら辺で補っていくのかなっていうようなそんな感じもするし、はい、で若手で言えばあの田村、はい、で途中でポッと出てきて、やっぱね俺ねキャンプの時にね、あの一回こうティーバッティングをこうしただけで、あこの選手はいいって思ったぐらいの、まあ若手の田村っていう選手がいるんだけど、はい、ちょっと使ったけどもすぐこうデッドボールかなんかで離脱したんだよね、はい、であの選手が伸びてくる可能性だってあるしさ、おいやだから楽しみはね、いい選手はいるんだよ広島。そうですね、あだから、まあ、そんなになんていうの悲観的にならなくてもいいし、はい、まあ、例えばじゃあ末金使って末金ダメだったかって言ったら、うん、いや田村使えばいいし、うん、で大森っていう足の使える選手もいるし、はい、で上本だって内外野できるし、だそれ考えると楽しみだよねと思うんだよね。だからその外国人選手もあえて外野手じゃなくて内野手2人を取ってるっていうことは、やっぱ外野はその競わせるその若手がにそこのポジションを頑張って取ってほしいっていう表れでもあるんですか。まあそれもあるけども、外野手を取ってきたら内野ってなかなかできないんだよ。でも内野を取ってきたら外野にできるっていうような、あの、まあ、柔軟性も考えてると思うんだよね、うん、だから、まあ、内野手を取ってきたというふうには思うんだけども、まあ、内野やってて、まあ、勘のいい人だったら大体こう外野っていうのはある程度はできるよ、まあ、守備固めはねいるかもわからないけども、はい、あの打ってくれればあの外野だってあの守らせてもいいわけだし、で守備固めに使うっていう選手はいくらでも広島はいるからね、はい、まあ、俺の第一番手は末金だな。まあそうですね、やっぱ末金のバッティングっていうのはちょっと変わってきてるしね、うん、すごく楽しみだよね、うん、ということはやっぱりセンター秋山選手の規定路線でありつつの、そこに、まあ、末金選手で、野間選手、うん、で、まあ、堂林選手がっていう感じに、うん、でも打たなかったら堂林だとポンと入ってくる。そうですね、レフトに入ってきますもんね。いや入ってくるし、だから松山だって、あじゃあ守れないかっていうと、はい、いや最初じゃあ3打席だけ打たしてあとは守りを使おうっていうふうに考えると松山だと使えるしさ、うん、あそこもねオリックスとよく似てて柔軟性はあるんだよ。だから、まあ、西川が抜けたからといってじゃあポジションがもうどうしても埋まらないかっていうと、いや楽しみな選手がいるという、
あとは打線とか打順に関してはその2か、うん、西川選手抜けたじゃあまたちょっと変わってくるっていう。いやそれはもちろん変わるよね、うん、ただ末包っていうのは、まあ、将来的な4番っていうふうに考えて取ってるしね、うんはい、でその片鱗を今年見せてくれたし、うん、クリーンアップで使っても面白いと思うし、はい、で田村っていうのもこれはあの非常にシャープなバッティングするしね、で3番ということを考えると十分やあの、まあ、成長度合いだけど俺はやってくれそうな気はするよ、うん、だって堂林だってクリーンアップ打たしてもいいわけだし。そうですよね、現にあの昨シーズンね、うん、後半からあの打ったこともありますから、ね、そう4番で使ったこともあるし、うん、いやだからそれ考えると人はいる、いますね、うん、だから人はいるから、うん、まあそんなになんて言うんだろうな、まあじゃあどうするんだみたいなことじゃなくて、うんはい、いや、いろんな楽しみが逆にできたなっていうような、まあそんな感じだろうね。そうですよね、うん、あとはそのシーズン通して活躍してほしいっていうところですね。例えば末包選手、まあそうだな、うん、でもそこら辺は俺はまあ田村と競争になってくるのか、で中村っていうのもね、はい、もう一人若手にいるんだよ、うん、だからここら辺もやっぱ楽しみだよね。いやだからその外野の若手の選手にとってみればチャンス、ね、いやだからもうやる気になってると思うよ、ブリブリポジションが空いたと思って、だからあんま記事になってこないけどさブリブリやる気になってると思うよ。そうですよね、でそれからもあのなんか掴んだっていうふうに言ってたし、うん、で新井監督が本当かなあいつ掴んだって言ってるけどっていうふうな、はい、まあでも俺は何かしらやっぱこう成果の中で掴んだものがあるっていうふうに感じるしね、うん、バッティング見てると、はい、だから楽しみだよね。そうですよね、うん、だからあそこはもう小園がショートで決まってるし、セカンドではなくてもうショートで行きますかね。そこら辺どうなんだろう、小園、はい、いや小園はもうショートだよ、セカンド菊池がいるじゃん。まあ、なんか菊池選手がいなかった時にたまにそのセカンドやったりとかあったんですけど、うん、まあまあ確かにね、はい、あの矢野がねショートに入ってっていうのはあるけども、 そこどうなるのかな。いやいや、まあやっぱ基本線はやっぱ小園はショートだよ。ショートでやっぱしっかり育てないとダメだと思うし、はい、うん、小園を守りっていうのを考えても小園っていうのをショートでやっぱ成長させて、もっとね、で矢野がセカンドだよ。あ、だいわゆる菊池選手の後釜的なところで。そう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 、まあ、確かにね、矢野っていうのは肩もいいし、はい、なんかスーパープレーもするしな、うん、はい、まあ、だけどやっぱ軸として動かせないのは俺は小園だと思ってるから、ショート、はい、でショートのポジションを小園で全て賄って、うん、矢野がやっぱセカンドに入るとか、菊池がね、うん、ダメな時は、うん、まあ、ダメな時って体調がね、はい、疲れたとか、まあ、そういうことを考えると矢野がセカンドだよ。うん、でサードに外国人、あ、どちらか取った、はい、使わなきゃしょうがないでしょ。そうですね、取った以上は。いや、そう、デビッドソンもね、いなくなっちゃったね。デビッドソン俺置いといたら俺は絶対来年活躍すると思ったけどな、うん、ダメでしたね。まあ切ったな。でもしかしたらどっかが取るのか可能性あるんですか。いや、それは分かんないけど、うん、まあ、ただそのやっぱこう外国人をね内野で取ったっていう以上は、うん、まあ、最低でも100打席、はい、まあ、これは最初から見ていくだろうしね、うん、でよっぽどキャンプとかオープン戦悪かったらちょっと一回ファームでやらしてっていうようなことも考えてるだろうし、はい、うん、だからまあ穴は埋められるし、うん、俺あのサードで出てたその林っていうのがどうしたのかなと思ってさ、うん、そうですね、あのバッティングっていうのはその当時出てた時のバッティングを見てるとやっぱいいよ、うん、よかったよ。だからそれがまた復活してくるのか、はい、で田中康介もいるし、いますね、そうですね、うん、だから埋められるんだよ、埋められるしね、だから逆にこうまあ楽しみにしたいなっていうふうには思ってるよ。誰が成長して、うん、そのレフトのポジションなのか、はい、まあ、センターなのか、まあ、取るのは誰なんだっていうようなね。そうですよね、だから、うん、若手がいる、さらにここからじゃあ人的保障でピッチャー取るのか外野取るのか内野取るのか分からないですけれども、そこが全容が分かってくるとまた来年のキャンプが楽しみというか。いやだからまあ競争になってくるしね、うん、まあいい競争になってくるよな。そうですね、だから株ファンの方はそのね、もう悲観するのとかではなくて、新たな選手が若手が育つとか、うん、あと人的誰取るとか、そのポジティブな方に。いやもう、ね、広島ファンって多分ポジティブな方にはもう変わってると思うよ、うん、いやだから末包だって楽しみだろうし、田村もそうだし、はい、で中村もそうだしね、うん、でまあ守りって言えばその大森とか、はい、まあ、そういうのもいるし、で足って言えば初期っていうのもいるし、はい、
だからキャッチャーだって2枚ね、坂倉と相澤がいるしね、はい、だから戦える戦力はちゃんとしっかり、まあ、西川が抜けたとはいえ揃ってるから、うん、それはやっぱりこう怖いよ広島は。そうですよね、うん、まあ、今であのピッチャー取ったじゃん、あ、青学の。そうですよ、常広を取ったじゃん、はい、それがもう森下みたいに、ね、うん、なっていったとしたら、はい、それはやっぱ面白いよ広島。そうですよね、うん、まあ、今シーズンね、やっぱり2位という位置で優勝できなかったわけですけれども、はい、まあ、来シーズン以降やっぱりその優勝っていうところを目指して、うん、さらに広島がこう戦力的にも強く熱くなっていくっていうか、うん、まあ、そうだね、うん、だからまあ斎藤とかね、うん、昨年のドラフト1位、はい、高校生上がりのあれもいいらしいしないやだから結構ね、うん、戦える戦力っていうのは結構揃ってるから、はい、まあ全然悲観することはないよ。そうですよね、うん、逆に言えば、はい、まあ一頃の、うん、ジャイアンツみたいに成長してるな、成長してきたなと思っても、うん、FA で取ってきてその選手を使う、はい、それは頭打ちになる、はい、まあ、そうなってくるとだん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 チームのモチベーションというのがちょっと下がってくるっていう、いやそうじゃなくてやっぱ抜けることによって競争する場所ができる、はい、これはねいいと思うんだよね、うんうん、だからまあ非常に活性化して良くなるかなっていうね、うん、いいと思うよ。そうですよね、うん、あと豊さんのおすすめのね滝田、あ滝田もいるよお前いますし、いや面白いって本当にカープ目が離せないですねいやいや本当よ、うん、いやいやだからまあ例えば阪神がこうなってるのは、はい、やっぱり広島になってきてるんじゃないの。うん、今年は広島っていうのはそんなにではなかった、はい、やっぱ DeNA っていうのがやっぱ対戦成績も悪かったし、はい、まあ、一昨年ね悪かったからやっぱ DeNA になんとかしなきゃいかん、で巨人も出てくるだろうということでマークはしてたけども、やっぱマークはやっぱ広島になってるよ多分。来シーズンからもうそうなってきそうですね、まあ、それとあそこはやっぱ若手がね、うん、なんか成長する雰囲気を持ってる球団だわ、うん、だから結構順調に出てきたとしたら、はい、俺は全然怖いよね広島。そうですね、西川が抜けたとはいえね。ですよね、まあ、クライマックスファースト、うん、ファイナルステージもやっぱりあれだけ王者の阪神をすんなり勝たせず、すんなりとした勝ち方にさせなかったのは広島だったので、まあでもあそこ超えられないんだよねなかなかね、 あそこを超えなきゃいけないんだよカープは。やっぱりね戦略とか戦術とか、うん、やっぱ岡田監督っていうのはやっぱ長けてるし、うん、だけどこう新井監督が1年ね、うん、1年かけて勉強してきて、はい、まあでもやっぱこう収穫はあっただろうし、うん、また新井監督がどういう野球を見せてくれるのか、はい、どういう選手をこう使っていくのか、うん、これはもう今から楽しみだよ。そうですね、いやもう想像するだけでワクワクする、うん、よかった、ほら豊さん今シーズン通してねカープ嫌いなんですかとか、あカープ嫌いなんですか、ずっと言われてるからこれで払拭できたから、いやいやでも嫌いとか好きとか本当に全くなくて、そうそうそうなんです、フラットな気持ちで見てるんだけども、はい、俺は期待をするから逆にきついことを言うんだろうね、うん、いやいや言ってきたんだと思うよ。でもそんなにきついこと言ってはないんですけどね。言ってはないけどさ、まあ取り上げ方じゃないのそういうことか、そうそうそう、取り上げ方が少ないとかさ、そういうことで気合いって、それだね、うん、カープ女子を見てくれって、うん、女子の登録が少ないからチャンネル登録そうですよね、そう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 、でもきっとこの動画のコメントでもどっかしら、まあね、また書いてくれるファンの方は、まあまあまあ、でもまあそういうコメントも ね、 そうですね、まあまあ見てくれてるからそういうことになるんだろうけどもさ、はい、まあだけど決して嫌いじゃなくて、そうですそうです、いやだけど非常に本当に来年もね、うん、いろんな選手が出てくると思うから、はい、で新井監督も積極的に使う方針でもあるだろうしね、うん、でチャンスを与える監督だから、はい、だからすごく楽しみにしてる。そうですね、はい、楽しみにしてます、はい。